この解像モデルによる日々のシミュレーションで、全てのものになります。なんかすげえすげえという後にやるのがすごいよしかもかなりシステマティックじゃない話なんですけども、うちの研究室ではクレスと呼ばれる雲解像モデルを開発しております。それで日々シミュレーションを行っておりまして、今はちょっとシステムマシンのトラブル中で止まってるんですけども、左側がですね、これ今年の4月の爆弾低気圧の、事例でして、この領域を今2キロで毎日行っております。でそれとは別にこれも同じ爆弾低気圧なんですけども、こちらは、ジャムステップの愛希さんの開発による海洋モデルを結合した、海洋結合モデルを動かしておりまして、明るさでこれ、流速を表しておりまして、まあ、こういうものも、表現できるようになっております。で基本はこの2つを動かしているんですけども、なんか特別なことがありましたら完全にこれは僕の趣味で動かすことになってるんですけども、なってるんですけども、一番右のようにこれ例えばこれ去年の筑波の竜巻なんですけど、これ、解像度50メートルで走らせておりまして、ぽいものがちゃんと出ております。で、ちょっと右側は公開できませんけれども、基本的に、日々のものは公開していこうという話を今日しております。します。で、まあ、ごちゃごちゃ書いてありますけども、クレス、ここ見てほしいのはここだけでして、クレスは1998年から開発されてまして、今年、メタク15周年を、迎えまして、いろいろ、進化を続けておりまして、まあ、大体気象庁のモデルですとか海外のモデルとほぼ同じなんですけれども、他にない機能としましてはタイミングシミュレーションという形で領域モデルで普通長方形の領域を計算するんですけど、こういうふうに制限してここだけを計算するということができます。でこれ一応ちょっとデモしますと、これがベストトラックが、ありまして、これがずっと別にここにできまして、でそれがこれがベストトラックですね。これ10日ぐらい積分を最後までするんですけど、ずっとちょっとここで迷いますけど戻ってずっと行くという形で、こんな形で、割合とうまくいっております。でただしこれを日々にやるというのは相当チャレンジングなので、これはできないんですけれども、実は、この、手法をちょっと使って今は実験を行っております。で、このようなシミュレーションは、多分最初は僕いないで茂木さんが多分セットアップされた頃からなんですけども、2005年頃からもともとは観測補助という目的で、シミュレーションを行っておりました。でその後は、クレスの検証ですとか、あとは、解析の補助ということで、行っておりまして、で最初はマシンが、しょぼい全部うちの研究室のマシンでやっておりますので、5キロでしかも、領域をあっちゃこっちゃさせながらやっておりましたけども、2010年からかなり強力なクラスターマシンになりまして、ほぼ全国を常に覆うようになりましたので、データベースとしても有効になってきたんじゃないかなと思います。で、解像度がこれぐらい変わったよという話なんですけど、一応全部冬を集めたんですけど、2005年の、解像度5キロの時にはここが北海道でこの辺が九州が入らないぐらいの領域しか取れなかったものが、4キロ、2.5キロと徐々に広がって現在は2キロとなっております。でこの灰色の部分が先ほどのタイミングによって計算してない領域です。でこれ冬場はこっちを消しまして、夏場はこっちを消すという姑息な手段で計算を、しております。で、これを見ていただければ分かりますけど、どんどんその日本海の数字上の表現が良くなっていることが分かると思います。で、これ現在の設定ですけども、基本的には夜9時から始めまして、1日半シミュレーションを毎日行っております。
で、行使数にしてみますと、まあ、大体 1200×1400 という非常に大きい計算を毎日、行っております。で大体これを、1日8時間、で、計算が終わりまして、で随時可視化をしてウェブにアップ、しております。で、それとは別になんですけども、先ほども紹介しましたけども海洋結合を行っておりまして、こちらは、クレス大気側から、まあ、応力を、海洋モデル側に与えまして、で海洋モデルの結果を、SST として大気に返すということをやっております。で現在はその海洋モデルに、ハローモデルも入っておりまして、ただ、昨年度は波の結果を大気とか海洋に返さない、パッシブな状態なんですけども、今年度はそれをアクティブにして、より相互作用を、見ていこうとしております。で、まあ、一例なんですけども、これ台風の時なんですけど、まあ、カラーで SST で明るさで、流速を表してますけど、まあ、台風の後ろで、まあ、SST が下がっている様子ですとか、まあ、流速が速くなっているというのが、まあ、ちゃんと再現されているものが、日々走っております。で、現在の設定なんですけども、フィリピンの 北部から黒潮の属流域が入るまでで、ちょっとこれは海洋の影響を見るということでちょっと伸ばしまして3日間の積分で、ただしレゾリューションを 0.05 度、まあ、だいたい5キロ相当に落とすということで、ちょっとレゾリューションを犠牲して毎日、走らせております。で、これが今年度の予定なんですけど、基本的には上2つで、が同じようになってますけども、今、止まっているのはそのマシンがアップデートしまして、それが今トラブル中なんですけども、それができますと先ほど灰色の部分で古速にこう動かしてたものを全部なくそうということを今考えております。で、結合に関してはもう3日以上やりたいということを、考えております。でそれとは別に、海洋側のお話として、たかだか3日で結局戻ってしまうとあまり研究として使えないと言われましたので、まあ、黒潮属流域をターゲットとして、境界条件として、まあ、JCOOP2 というまあ、海洋モデルを与えて中をずっと走らせ続けるということを、今は検討しております。これは、まあ、夏過ぎぐらいから、まあ、できるんじゃないかなと思っております。でそれとは別にうちの研究室、まあ、あとはジャムステックの未来と含めまして、パラオ域で、まあ、観測を行いますので、まあ、その領域に向けて、実験を、来週から、設計する予定です。で、あとですけども、ちょっと1キロで、まあ、レーダー同化をした結果と、あとそれを河川流出モデルを、組み合わせまして、何かしら、プロダクトを出せるんじゃないかということを今ちょっと検討しております。で、結果の閲覧なんですけど、基本的にはうちの研究室のトップからたどっていくことができます。で直接行くとこんな感じになりまして、でそうすると、まあ、こんなページが、まあ、出てくるんですけども、基本的に、最近の画像でした、PC でしたら、まあ、4スクリーンの方行っていただければいいんですけど、基本は、予報は見せません。現在よりも、前まで、まあ、3時でしたら3時までの結果しか見せません。ただしなんですけど、完全にオフレコですけれどもここに細い線があると思います。ここのところに入っていただくと予報が見えます。こんな細くな感じで下には今現在動いているモデルがどういうものかっていうのが紹介が一応しております。で、まあ、一応そうするとこんな画面になりまして、基本的に説明をちょっと書かなきゃいけないんですけども、ここにどういうモデル、まあ、海洋結合なのか他のものなのかっていうので、あと年月と選んで、そこに、次に、初期時刻が出ますので、それを選んでいただいて、ここのところに、物理量が、選べます。これはもう決め打ちなんですけれども、もう僕が、個人の趣味でざっと選んだものが入っております。で、一面しかないサーフェスとか、こうなるんですけど、例えば渦度とかの場合は、さらに、メニューが出てきまして、コードを選択することができるようになっております。で、あとはディスプレイを押していただければ、表示できます。で、あとこっち側に、リンクボタンがあるんですけど、例えば JMA ってやると、これは本当にやっちゃいけない例なんですけども、ウィンドウの下に表示できまして、比較ができるということが、できるようになっております。いかにもうちのページで表示してると思われる
可能性がありますので、それをスクリーンショットを撮ったりすると、あの、うん、あまりよろしくないので、あの孤独な手段だと宣伝になってます。ディスプレイをしますと下にあの表示されまして、あの時刻を直接指定することもできますし、あのムービーをしていただければあのパラパラ漫画ですけど、まあ、見れるようになるということと、あとコマ送りと、最初最後に行くことが、まあ、できますよということです。で、一応公開のポリシーなんですけど、ここからがあの非常にあの情けないところなんですけど、現在完全に個別対応です。で、あの全然ウェブの整備とかも全くできておりませんで、でデータももうあの完全にユーザー任せで、生データをやるって渡します。で、基本的には1時間ごとに出力しております。で、ただしあのスペシャルってところはあの、まあ、何かがあった時にざっとやったものなんですけども、これは、まあ、あの我々の内部で論文化するとかある可能性がありますので、こちらはちょっとあの絵は見られますけども、あのデータそのものはあの、まあ、別途を相談ということにしたいと思います。で、まあ、先ほども紹介しましたけど、2010年以降その領域が広がってという領域では、あの、まあ、そっちの方が使い勝手があるんですけども、あのそれは今ハードディスクに全部溜まっておりますので、あと電気が入っているハードディスクに全部溜まっておりますので、ダウンロードとかしやすいんですけども、それ以前はあのハードディスク、外付けのハードディスクで眠っておりますので、あのまた別途相談になります。で、閲覧ページ先ほどの閲覧ページのところの絵に関しては基本的には、まあ、勝手に使っていただいていいんですけど、ちょっと画像が小さいので、あの大きくしろとかっていう場合にはちょっと相談していただければという、完全にもう全部個別対応でなんだけど、これ書いてあります、現在個別対応で僕に直接連絡をしろというあの非常に高飛車な感じになっています。で、それ以外にあのクレス自体もまあ公開しておりますので、あのこれもあの、これ実はウェブページからあのクレスのソースのダウンロードページまで行けるんですけども、そこにたどり着くとつぼきに連絡しろって書いてあるあの非常にあの、ユーザーアンフレンドリーな研究室でして、ちょっとそこをなんとかしなければいけない状態です。で、あの、で、まああのまあ、ソース渡すだけだと使えないので、あの今はその相談に応じて別途講習会をやっているような感じになりますので、まあ、行くもしくは来ていただくという形で、まあ、数日間で、やってもらうということをしております。で、聞いていただければ課題だらけということが分かると思うんですけども、まあ、データは溜まってきた、公開をしようというところまでは決まってきたんですけど、そういうデータをきちんとあのきれいに取るということをちょっと今後ちゃんと検討していかなきゃいけないなということを今ちょっと考えてるんですけども、今まで言ってきたあの個別対応を含めた作業も含めて、これ僕一人でだけでやってる話ですので、想像していただければ分かるんですけど、全然手が回っておりませんので、温かい目で見ていただければと思います。ただあのデータはどんどんあの出しますので連絡いただければと思います。ありがとうございます。グラッツでそのまま読める結果です。なので中にはあのグラッツのコントロールファイルもついています。ただし生データですので、あのトレインフォローリングでそのまま入っています、はい。プレッシャー面、P 面とか Z 面とか別途。さっきの川原さんのビジュアライザーは、あ、僕の方はあのコードはメートル、キロメートル直さないとです。あ、データの方で直しておかないと。そうです。一応の可視化はできます。一応の可視化できますけど、すいません、あの、いや、大丈夫です。あそこに乗るとすごい。そうですね。他に答えますでしょうか。大丈夫です。個別に坪木さんとか下村さんに言ったことをこれは言ってた話もあるんですけれども、あのこの日々のシミュレーションやってるのは、多分気象庁でやってるところの着艦解析のセンスで、常にだからそのクレスのバージョンが変わってるものが入ってると思うんですよ。はい、で、前回そのワークショップで言っていいのかと思いましたけど、公開してるバージョンがあると思って、それの公開したバージョンの長期ランを
データを出してもらえる多分ユーザーとしては嬉しいのかなって感じがするんですけど、どういうとかね。それはコンピュータリソースとヒューマンリソース、あの基本的には、うん、あの設定のところで今ちょっと出してないんですけど、どのバージョンを使っただとか、あの設定ファイルも一緒にあの全部公開はしようと思うんですけれども、あの確かにポリシーがちょっとないかなとは思うんです、この部分に関しては。あのポリシーは一貫性です。ありがとうございますでしょうか。ノーズの結果ってあのディスプレイに載りますか。まだ載ってない。ノーズの結果はですね、加藤さんの独断と偏見の変数の中にノーズが入っているかっていう。独断と偏見の変数の中にはあのこれ概要のところですけど、あのポーションというところに行くと、はい、あのあるの一応これぐらいは見えるようになってます。あの今後その深さですとか。あとは摩擦速度だとか、まあ、各、深さの温度だとか、そういうのは一応見えるようになった。あ、ただ、なので、別に僕のポリシー以外は破らないつもりはないのですので、うん、こういう絵も入れてくれって言われれば、うん、あの入れますので、その要望も言っていただければと思います。とにかく見ていただきたいということ。素晴らしい。他に大丈夫でしょうか。はい、ではありがとうございました。次は、僕です。